やはりここは特別監獄。囚人一人とで油断はできませんね。大魔法使いと名乗っていましたが、あいつ精霊を刺激してた？いいえ、精霊の気配はありませんでした。ただの人間のはずです。なら魔法使いじゃなくて奇術師ね。次に仕掛けてきたら種ごと潰す。それで終わりよ。新手か。この者はゴーマ。来る。見切れるか。見切れるか。捕らえられ。どうやら人間じゃないようだな。あんたもね。違いない。捕らえられまい。呪い。捕らえられまい。見たまえ。羽ぶたい。見切れるか。呪い。羽ぶたい。呪い。好きにさせん。効果的せいや。そこよ。見切れるか。せいや。せいや。せいや。そこよ。癒しましょう。呪い。そこよ。これ式で刃こぼれするか。大魔師のナイフも生クラだな。早くゴーランを取り返さないと。ゴーラン、あのたちの。ゴーランを見たのか。どこで。頼む、教えてくれ。地下の倉庫みたいな部屋。地下だな、かたじけない。変なゴーマ。騒ぎが収まったら隙はなくなる。急ぐわよ。まさかあのゴーマは。何。いえ、あの剣士のゴーマに少し驚いただけです。ものすごい殺気だったのに、太刀の話が出た途端別人のようになったものですから。真面目に考えても仕方ないでしょ、ゴーマのことなんか。
それにしても風変わりな囚人ばかりですね。あなたのことでは別にいいわ。精霊なんかにどう思われようとも。
あんたは逃げないの？タイマシたちを甘く見るな。みんな犬死に、いや、ご無事にだ。ここを管理してる清涼とやらはそんなにすごいって？すごいどころじゃねえ。タイマシたちの清涼は今やミッドガンド王国と一体になって世界を牛耳る組織。ゴーマになっちまった人間は容赦なく狩られる。逆らうのは世界を敵に回すのと同じことだぜ。その頂点に立つのはあいつか。ここに捕まったのは運が良かった方さ。化け物になっちまったが命はあるんだからな。私の餌になるまではね。情報提供どうも。万一ここを脱出できてもシャバには強力な精霊を従えたタイマシが何千人も待ってる。助かる道なんて絶対にないぞ。そんな道なんて求めてないわ。アルトリウスを殺せればそれでいい。
今のうちに監視塔を探すわよ。監視塔はこの先のはずです。王道をほぼ鎮圧した。お前も逃がさん。効果で行く。行くやん。囚人たちはもう時間がない。この塔から外周道に出るわよ。Thank you.
道が崩れてしまっている。これではロープも役には。まさか、いくらあなたでも。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あなたはこれほども。強いのですね。まるで制約のよう。自身の言動に枷をかけて特別な力を得る儀式のことです。厳しい枷で縛るほど強い力が手に入る。その誓いはある意味呪いね。それをかけたのあんたたちでしょう。分かっています。だからこそあなたを。させないで。呪い。呪い。そこだ。効果陣セイヤ。しまった。ハブタイ。呪い。そこよ。もう一息。は。呪い。ハブタイ。そこよ。セイ。呪い。そこよ。邪魔するなら始末する。このまま進むと表の港に出てしまいますが、侵入を察知された以上あんたの船は見つかったと考えるべき。ここは裏を書いて表を抜く。港はこの先ね。そこまでだ。オスカー、一等大魔士がこの島に派遣されていたなんて。驚いたよシアリーズ。君が賊に協力していたとは。まさかアルトリウス様の命なのか。いいえ、私の意志です。精霊が意志とも。ね、どうやら君を操っている者がいるようだ。待ってください。一等大魔士は二等とは格が違います。もう小細工は聞かない。第一、こいつに勝てないなら先に進んでも意味がないわ。ゴーマとはいえ女性、礼は尽くさせてもらうよ。我が名はミッドガンド聖堂王国聖領一等大魔士オスカードラゴニア。そちらは無礼なゴーマと覚えておこう。とかぜアルトリウス様より授かりし我が大魔の剣受けられるか。せい、引きません。せれは当たるの番号。そこよ。呪い。呪い。そこよ。次甘いな。せい。
は潰す覚悟がいるか。なんということ！非常の戦いは非常をもって制すべし。それがあんたたちの断りよね。制御が私の体には命を捧げることを枷にした制約がかかっています。私を喰らって力を手に入れてください。前に進むための力を。どうして？私の心にもあるのです。あなたと同じ消したくても消えない炎が。あ、これはラフィーの。許せない。いてついた世界も人も結構面倒な女なのですよ。早く私の命が尽きないうちに。謝罪も言わないから。必要ありません。私の望みも同じですから。大好きだったあなたたちと朝を過ごしたあの日々が。
何が起こっている？どけ、サモナイト！お前も食らう！返した。こんなゴーマがいるのか。そこよ、呪い。そこだ、食らい尽くす。効果陣セイヤ、呪い。とどめる、バランクスライド。そこよ、そこよ、全呪い。効果陣セイヤ、呪い。効果陣、しまった。呪い！そこよ！呪い！そこよ！ぜい！効果陣セイヤ！呪い！ぜい！呪い！効果陣！そこだ！食らい尽くす！そこよ！呪い！とどめる！バランススライド！そこよ！呪い！そこよ！ぜい！そこよ！せいや！効果陣！ぜい！呪い！そこよ！効果陣！せいや！呪い！そこよ！そこよ！ぜい！呪い！呪い！そこよ！呪い！そこよ！そこよ！そこよ！効果で呪い！呪い！そこよ！そこよ！で呪い！効果でセイヤ！呪い！そこよ！効果でセイヤ！そこよ！そこよ！そこよ！悪く思うな。お前のような強力なゴーマを世に放つわけにはいかない。ベルベットよ。私の名前、アルトリウスに告げなさい。私はベルベット食らう。ゴーマも精霊もタイマシも食らい尽くす。最悪のクーマだ。うわから飛び降りた時は死ぬかと思ったわい。お前は突然来て俺におぶさってただけだろ。おう、お前は、お前のおかげでゴーランを見つけられた。俺は六郎蘭月。これは俺の命の太刀なんだ。
この恩は必ず返す。挨拶は後じゃ。急いで逃げんと、囚人どもはほとんど制圧されたようじゃぞ。港はこの先よ。手伝って。もご機嫌斜めじゃよ。こりゃ概要はもっと荒れるぞ。船に詳しいの？いや、ほとカジの基本を知っているくらいだが。贅沢は言えないわね。頼むわよ。素人だけで船を出す気か？わかった。これもゴーランの礼だ。言ってもな、こんな天気じゃすぐに方角もわからなくなるぞ。わかるわよ。船には羅針盤ってものがあるんだから。牢の肥やしか魚の餌か、ま、どうでもいいがな。待ってなさい、アルトリウス。セール。下がって。はっ。効果的セイヤー。そこよ。そこよ。ゼ呪い。そこよ。呪い。そこよ。効果的セイヤー。呪い。そこよ。次効果的ゼ。効果点ゼイ。わー、ゴーマを食らうのはなんともエグいやつじゃのう。すまん、武器があれば力になれたんだが。しょってるでしょ。いや、これは使えん。話すと長くなるんだが。さっきの子はなんか怖いのがピューッと逃げていったわ。逃げていいわよ、あんたたちも。まだ恩を返していない。受けた恩は返すのが俺の信条だ。逃げるにしてもここがどこか確かめんと。わしらは哀れな遭難者じゃろ。それならこんなものが落ちていたぞ。地図。さっきの子が落としていった。どうやらここはノースガンド領らしいな。ノースガンド領、つまり船を修理しないとミッドガンド領にあるオートには行けないってことか。ローグレスにどんな用があるんだ。脱獄してでも行きたいようだな。ヘプシャち話は後じゃ。どこかに温かいスープと心温まる小話はないかの。近くにエラビーサという町があるはずだ。小話は知らんが、飯も船大工もそこで探せるだろう。
ルベットはさっきの坊と知り合いなのかえ？何やら呼びかけておったろう。別に精霊に知り合いなんていないわ。もうもうな、何何もマギもないが、あの坊は変わっておったの。確かにな、命令もないのに回復術でゴーマを助けやがった。おまけに羅針盤を盗んでいきよった。大魔師に従う精霊のくせに我欲のあるやつじゃわ。まあこっちもあいつの地図をいただいちまったけどな。いやはや悪党ばかりじゃな、わし以外は。うん、まったくだな。ちょい、そういうボケつぶしが一番の悪じゃよ。そうなのか。脱獄衆がいい気なものね。しかしマギル、お前の話し方は見た目通り妙竹林だな。魔法使いにふさわしい威厳と年輪を感じさせねばならんからの。わしも魅惑のキャラ作りにはなかなか苦労してきたんじゃって。何事も修行ということか。ところで魔法使いと魔女ってどう違うんだ？厳密に言えばいろいろ区分けはあるが、大雑把に言えばニュアンスの違いじゃな。倹約家とケチの違いといえばわかるかや。おお、つまり役に立つやつが魔法使いで役立たずが魔女ってことか。だとすると今のお前は魔女だな。かあ、にべもない。というかキャラ作りが役に立っておらん。北国の風が余計にしみるわい。Thank you.
Thank you.